はい、インド専門の悟です。今日は、質問コーナーの日ですね。X ジュニアコピーライター A 級レベル第6話の、第3ループという授業がありましたけれども、その内容について私が専任さんに質問をしたいと思います。こちらの講座ですね、私はリアルタイムで学んでいますので、質問したことについてはですね、結構専任さんから、回答がいただけると。直接の回答じゃない場合が多いんですけれども、いろんな人がいろんな質問をしますので、これ融合したような形で、別のところで、回答がいただけると、そういう感じになっております。第3ループということでそういう授業があったんですけどもね、これ、専任さんの造語ですね。この心理機能であるとか MBTI のシステムをもうほぼもう出てる本とかいろんな教材は全部勉強したと思われるんですね。で、その中で、実際に役立てるにはどうしたらいいかっていう話であるとか、なぜ、人はなかなか成功できないのかっていうのを、この心理機能の切り口でこう分析していったときに、この第三ループという現象があるんですけども、この第三ループという現象に陥ってしまっていることによって人は成功できないんですと、そういうことなんですね。で、具体的にこれ何を指しているのかということなんですね。第三ループってね、全く意味がわからないっていう人も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、私の場合言うとこういうことなんですね。私の、心理機能 MBTI のシステムでいくと INTJ というタイプなんです。つまり内向直感と一般に言われている内的直感ですね。内的な直感が、メイン機能、私が一番うまく使うことのできる機能ですと。で、サブ機能ですね。サブ機能、2番目に得意な機能というのが、外的思考なんですね。ということなんですよ。で、その第3番目、これ、内外内外とか、外内外内という順番に来ますので、私の場合は最初が内的だったんで、第3機能も内なんですね。内的なんですよ。内的、何かというと内的感情なんですね。そうなんですよ。感情なんですね。で、どういうことかというと、内側の、自分の内側の、フィーリング、そのままなんですけどね。その機能が、3番目に得意な機能ですということです。で、この機能にふけってしまうというか、それに依存してしまうような状態というのが第三ループなんですね。なので、私の場合は本来は2番目に得意な機能である外的思考というものを使ってどんどん判断をしていくと、非常にいい人生になっていくんですが、第三ループである、第三、ループ、私の場合の第三ループである内的感情に、陥ってしまって、感情で物事を判断してしまう、感情にふけってしまうっていうような状態になった時に、私の成長は止まってしまい、人生での成功もないですよと、そういうことなんですね。ちなみにですね、4番目の機能というのが、一般には劣等機能と言われてますけども、千人さんは劣勢機能というふうに用語をですね、言い換えてます。これはちょっと分かりやすさとか、なんていうか変な誤解を生まないためにあえて違う用語を当てているんですけどね。劣勢機能が私の場合は外的感覚ということになります。そんな感じなんですね。で、劣勢機能の方はですね、外的感覚なので、例えば、卑近な例で言いますとね、例えばもう何かこうストレスにさらされた時にポテトチップスを食べまくってしまうとかね、もうやめたはずのタバコをガンガン吸ってしまうとかね、そういうことですね。ですのでね、ちょっと今ここでご説明、したことで、あなたも分かると思うんですけれども、何が第三ループなのかっていうのは人によって違うんです。心理機能によって違うということなんですね。
で私の場合は内的感情に陥っちゃダメですよと。でまた別のタイプの人にとっては内的感情をどんどん活用した方が成功しますよっていう人もまあ逆にいるわけですよね。不思議なことですけどもね、うん、で、まあ、この授業を聞いてですね、私がちょっと疑問に思ったことなんですけれども、まあ、確かに分かりましたと。内的感情を内的感情に依存しすぎちゃいけませんということはよく分かりましたけれども、じゃあですねこれをどうしたらいいんでしょうかと。私は内的感情をですね完全にこう排除して外的思考ばっかりでですねこう仕事をしたり勉強したりっていうことばっかりやっていると、何でしょう、感情というものが成長しないですし、人間的なこう人の心を読み取ったりする力っていいますかね、人と仲良くする力も伸びていかないし、人間関係が深まっていかないんじゃないかなっていうことをですね私は懸念しているんですね。まあ、むしろこう何でしょうか、人との調和とか人間関係を発展させていくっていうことが成功につながるように一見思えるんですけども、私の場合はそうじゃないんだと言われてしまうとですね、あんまり人と仲良くできなくなってしまうということをちょっと心配しております。このあたりについてですね、またどこかの授業で教えてもらえるとありがたいと、このように思います。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。